あの方の夢。小生は諦めない。天下の夢を成し遂げる。どんなにボロボロになっても、ただ運だけが悪かった。三成の城を乗っ取った。背中を見せたお前さんが悪い。邪魔をせんでほしいね。小生は勝ちたいんだ。女子黒田、女子黒田、僕に力を貸しなさい。女子黒田、女子黒田、ザビー様に会いたいのです。女子黒田シューティングスター。いいぞ、これで天下は小生のものだ。女子、女子はどこですか。黒田殿、折り入ってお話が。なんだってあいつらがここに。月と引き換えにおさらばとさせてくれよ。こら、女子、お前は世上に悟ったはずです。世の状況とザビー様の行方を調べなさい。そう、カナブンとかも勧誘しなさい。宗茂、お前は昆虫部門長です。承知いたしました。頑張れば道は開けます。なんなら癒着や団子、ザビー様譲り。あったかい。こら、少しなら合格するかもしれませんよ。ザビーズジュニアのオーディションに。ないです。あなたのザビードはたったの3です。未来の天下人にまた下働きさせようってか。嘘の1600で帰ってくれりゃいいんだから。名前なんて洗礼名だけでいいのに。人間、お腹が空くと短気になるものです。ザビー様は飴玉舐めればご機嫌でしたよ。はい、この陣地寄ります。お前
ちゃんにも洗礼名つけました。この辺りにもザビー様は来ていないようです。人間、長所は誰にでもあります。ザビー様はその場しのぎがうまいのですよ。ザビー、いや、ザビー様か。北だよ、北。北ですね。適当な発言は許しませんよ。ザビー愛で僕に勝てるとでもね、思っていない。その通りです。いつでも。ああ、面倒だ。手づくと行かせてもらうぞ。女子姫、お前の愛は嘘っぱちでしたか。人間、間違いは誰にでもあります。ザビー様は一日に108も間違ったのですよ。行きなさい。所詮はあいつも脊椎動物です。戦う時もザビった笑顔を忘れずに。この追い風はまさしくザビー様の吐息。それでいて勢いは激しい。新ザビー教第10回、人類未納的です。ヒゲの生えた天使にあっちへ連れて行かれますよ。流れる鉛星、突き進むザビーの子。わし、頑張って弾いてるのわし。共に寝起きしたあの日々を忘れましたか。悪いが、心から染まった覚えはないんだ。愛とは何なのですか、ザビー様。あなたは何を見出していたのです。たく、どうしてあそこまで溺れられる。直接教えられた奴は違うのかね。その容姿なら合格するかもしれませんよ、ザビーズジュニアのオーディションに。信仰心の確認には踏みザビー、しっかり踏んじゃう信者続出ですよ。名前なんて洗礼名だけでいいのに。そう来る？そう来るのか。
か。まあ、いつも通りか。ここから始まるストーリー、素敵なザビー体験があなたを待っています。人間、お腹が空くと短気になるものです。ザビー様は飴玉舐めればご機嫌でしたよ。行きますよ、赤い糸の導きのままに。今からこいつで埋蔵金を掘り当てるんだ。一緒にえぐられたくなきゃ引き返すんだな。大きなものに頼るのは子供の証拠ですよ。さあ宗茂、叩き潰しなさい。道塞ぐ大地の竜、打ち倒すは光の子。わし、モグラ叩きしてるのわし。ただわっぴっ、ただわっぴっ。ああ、小生の明るい埋蔵金計画が。金ならいくらでも積んでやります。だから教えなさい、ザビー様に会う方法を。お前さん、そんな顔もできるんじゃ。立花よ、お前さんも小生を脅すんだ。とんでもない、むしろその逆です。どうか共に我が君をお止めいただきたく。企てってのはもっと早くに言うもんだ。小生の頭の冴えを見せてこれは頼もしい。言葉に甘えましょう。一体どのような策をお考えで。無理難題をふっかけりゃ大抵は引っ込むさ。まあ見て、手口の車は小生のお箱だ。出発。人間、長所は誰にでもあります。ザビー様はその場しのぎがうまいのですよ。ここで問題です。いつもニコニコ薄ら笑いの素敵な中年といえばザ誰。ザビー様の教えにはダイエット効果があるとかないとか、そんな感じですよ。戦う時もザビった笑顔を忘れずに。ソーリン様よ、お前さんには負けだ負けだ。小生の知恵を貸してやるからここまで来い。はっ、これが愛を通じさせる快感。あなた、兜がずれて見えちゃってますよ。ただわっぴ。人間、長所は誰にでもあります。さあ、ザビー様に会う方法を教えるのです。お前さん、伝説の信者ってのを知ってるか。伝説、伝説、その名はタクティシャン。風の噂じゃそいつは妖術師。どんなところにも行ける不思議な扉を作れるとさ。本当ですか、そんなびっくり人間が。扉さえありゃザビー様なんざもう目の前だ。
ジョシー、お前は本当に有能な男です。これではますます我が君が暴走を。何、相手は賢いと評判の男だぞ。こんなままごと鼻で笑われておしまいだろうよ。いざいかん、あなたの息子、光の扉をくぐればそこはユートピア。厄介ごとは暇人にくれてやる。うまくいくように祈るくらいはしてやるよ。サリン様は夜一人で川屋へ行けるようになりました。調整もやれる。そう、カナブンとかも勧誘しなさい。宗茂、お前は昆虫部門長です。行きなさい。所詮はあいつも脊椎動物です。夢の国ザビーランドが完成したら、あなたはジャンボザビーの中の人です。新ザビー教第10回人類皆敵です。出発。信仰心の確認にはフミザビー、うっかり踏んじゃう信者続出ですよ。あなたのザビードはたったの3です。面影、名前なんて洗礼名だけでいいのに。打ちのめす。出発。出発。おや、ザビー占い、あなたは超大凶です。今なら割引価格で大吉にしてやりますよ。この辺りにもザビー様は来ていないようですね。お前さんたちなんか全員不幸なんだ。自分が幸せだって分かってないんだからな。出発。出発。出発。ここで問題です。いつもニコニコ薄ら笑いの素敵な中年といえば誰？やっと言ったか。ま、達者でな。お願い。つなりたちが帰ってきた。なぜじゃー。